GLC220D がフルモデルチェンジ。ファーストカーの基本となるファミリーレジャー用途は、一昔前ならセダンかワゴンだが、現在は SUV かミニバンだろう。SUV は流行りものでもなければ、際ものでもなく、実用の基本型。そこをしっかりと抑えているのが FMC し、2代目となった GLC である。 GLC クラスは電池車の命名乗りからわかる通り C クラスをベースに開発された乗用車プラットフォームの SUV であり縦置き FR プラットフォームを採用車体サイズは仙台に対してホイールベースと全長を拡大しているがプロポーションやスタイルの方向性に大きな変化はない見た目の印象も使える SUV である 日本導入モデルは、現時点では、ニエルディーゼルを搭載する 220D の 4WDCO のみ、新型 GLC には、フェイ CO など多彩なパワートレインが展開され、220D は性能的にはエントリーモデルに近い設定である。高性能やスポーティーなどのプレミアム軸の価値観ならともかく、 個人的には GLC のコンセプトに最も忠実と理解している。前述の実用の基本型通りのモデルと言えよう。ニエルディーゼルどんな印象試乗車は AMG ラインを装着し、同仕様に OP 設定されている電子制御エアサスの、エアマティックを装備している。OP 総額は200万円近く、 OP 含む車両価格は1000万円を超える。搭載されるニエルディーゼルは、先代からストローク増により若干の排気量アップ。パワースペックは 197PS、44.9kgm。ガソリン NA 仕様なら最高出力は2 l 級最大トルクは5 l 級試乗しても大トルクの方が印象に残った。 全開で加速させても刺激的な加速は得られない。ただ、車重や速度を無視するように力強く加速する。回転系でのレブリミットは 4400rpm に刻まれているが、全開加速でもレブリミットに貼り付けるような変速は行わない。早めのアップシフトで幅広い回転域を伸びやかに使う。 そのせいか許容回転数の低いディーゼルながら、頭打ち感が少なく、滑らかさと力強さを両立。瞬発力とか小気味良さでは部が悪いが、ディーゼルらしい大トルクを上手に生かしたドライバーにも、同乗者にも優しいパワーフィールである。マイルドハイブリッドについて。なお、 このパワートレインはエンジンミッション間に最高出力 17kW の ISG。電動モーターを備えたマイルドハイブリッドを採用。停車前エンジン停止とアイドリングストップにらしさを。意識するが、ことさらな電動感の演出はない。もちろん、ゆる加速や加速の補助。特に初期加速の立ち上がりの滑らかさは電動アシストによる。 部分も大きいのだろうが、運転で感じるのは扱いやすさ。ドライバーの感性との馴染みよさが印象的だった。エアマティックは車高の調整も可能であり、高速域では車高低下、アクロではモード切り替えにより車高増加ができる。フロントノーズ下路面を映し出すモニターや、車体傾斜等々の車両情報表示といった運転支援も加えて、 アクロ対応力は新型 GLC のセールスポイントであり、そのグレードアップにエアマティックも相当貢献している。ただ、電子制御サスの第一の長所は、相安性と乗り心地の両立であり、GLC のエアマティックの制御の巧みさの要点でもある。乗り心地ドライブモードを検証。 乗り心地はドライブモードを快適性重視のコンフォートから、相安性重視のスポーツに切り替えても、体感上下動 G に著しい変化はない。穏やかに走らせていれば、スポーツを選択しても穏やか。若干バネ下重量を意識させる車軸周りの陽動が感じられたが、 粘りと座りの効いた乗り心地が信頼感と快適を上手に融合させている。相安性については低速で小回り性。高速で相安性を向上させる降臨相打機構の制御特性も含めて、コンフォートではロールを使った横 G のオーナシ。スポーツではロール粘りで旋回力を早く立ち上げる。 前者は穏やかな運転と相性が良くコーナリングなどの登場者の負担が少なく、後者は追従性よく揺れ返しを抑えた特性。ホストモードとドライバーモードと言い換えてもいいくらいだ。なお FR プラットフォームは、前後方向のスペース効率が FF プラットフォームより劣る。 GLC も例外ではなく、従来型対比でも有効室内長に大きな変化はない。車体全長は 4.7M 強、ホイールベースは 2.9M 近いが、全席をアップライトなドラポジでセットしても、後席のレックスペースは FF プラットフォームのミドル SUV に劣る。鉱石2室どんな感じ最も鉱石の室えも、 厚みと腰のあるクッションや、身を委ねるような着座姿勢を取りやすいサイズであり、居住スペース以上の居心地を実現していた。2室の奥行きと幅はミドル SUV の標準レベル。つまり平面寸法は一般的なレジャー用途には十分である。床面から鉱石バックレスト上端までの丈。 要は荷室高が浅いのが気になったが、これは床面ボードの位置をリアゲート開口との吐き出し段差なしとしたため、結果、床面下収納は目視で床面上寸法の3分の2くらいの深さがあり、大容量のサブトランクスペースとして活用できる。インパネ周りのデザインや機能は最近のメルセデス車に共通したもので、 メルセデス社ユーザーなら即なじめる。操作動線も上手に整理され、ケレン味ない使い勝手、造形に好感が持てた。以前は市場動向に神経質な対応をしていた時期もあったが、ここのところのメルセデス社はブレがない。我が道を行くというところだが、基本がウェルバランス。あるいはカテゴリーの基本、コンセプトに忠実である。 新型となった GLC もその通りのモデルだった。これ見逃しの演出や性能のアピールがない。デイリーユースも自然の中も 220D というパワートレインのキャラもあるのだが SUV の使い方の一般論に最適化された車の印象が強い。取りこぼしのない全方位型なので悪くすれば没個性とも取れるが 個性的はアンバランスの言い換えでもある。そういったあざとい訴求を必要としないのもメルセデス社であり GLC なのだ。とはいえ1000万円以上の投資である。何かを強く訴えて欲しいと思うのも人情。全方位型よりも特化型の方が投資効果を図りやすい。GLC はアウトドア趣味のレジャーも。 含めた生活の場に寄り添った SUV であり、無資角とも言うべき高水準のウェルバランスがもたらす安心が最大の魅力。無難な選択だが、多くのユーザーに最良の選択でもある。g l c 2 2 0 b 4マティックスペック。価格820万円、撮影車両1014万円。全長 四千七百二十五ミリメートル全幅、千八百九十ミリメートル全高、千六百三十五ミリメートル。燃費十八点零キロメートルパーリットル。車両重量千九百九十キログラム。エンジン形式千九百九十二 CC 直四ディーゼルターボ。使用燃料軽油。最高出力エンジン昇格小割コロン百九十七 PS。 3600rpm 最大トルクエンジン消轄光割コロン 44.9kg M1800 2800rpm 最高出力モーター消轄光割コロン 23PS 17kW 最大トルクモーター消轄光割コロン 20.4kg M ギアボックス急速オートマティック 最低地上高、175mm 乗車定員5名。